タイタス、フーマ、どこだ。俺の中に激しい感情が。ひろゆき、ひろゆき、ひろゆき。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。ひろゆき、どうした？タイガ、最近具合でも悪い？僕の頭で時々変な音するんだけど。俺は関係ないだろ。そうかな。ひろゆき、後ろ！え？おはようございます。ヒロ君も遅刻です。え、珍しいわね。呼び出して説教だな。いつまで寝てんだ。あ、あれ、喧嘩？インカムの信号も消えてる。どういうことだ。インカムつけたままお風呂入った。あるある、寝ぼけて食べた。あ、あるある。耳じゃなくて鼻についてる。それはないな。ここはなんだこれ。誰だ、なぜこんなこと。ごめんね、手荒な真似して。ごめんねって。タイガ、タイタス、フーマ、呼んでも無駄だよ。え、預からせてもらってます。今使われると困るんで。何を知ってるんだ。質問その1、巨大な兵器を手にしていることをどう思っている。巨大な兵器。質問その2、その兵器を制御できると思っている。さっきから兵器とか制御とか何なんだ。彼らは物じゃない、僕の大切な仲間だ。私の名はイルト、君のことは信じられそうだね。だったらそれを。そうはいかない。君たちにはもう少しの間、おとなしくしててもらうよ。あいつが現れるまでね。あいつ？クスロークイックイッ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 ク。
手強い電波妨害は初めてだな。どこにいるの、ひろゆき。もう待てねえ、出ます。え、ちょっと待って、気をつけてよ。はい。エリアは絞れてる、あと少しで。え、どうしたの。ハッキングされちゃった。へえ、なかなか便利だねこれ。それってイージスの。うん、あいつの気配はまだなしか。だからあいつって誰なんだよ。なんでこんなこと。そうだね、君にも理由を知る権利はあるね。じゃあ、あいつが現れるまで遠い星の昔話を聞かせてあげようかな。昔話。昔々ここから遠い銀河系のお話。その星では怪獣災害が続いており、人々は怪獣から自分たちを守ってくれる存在を求めていました。そこに旅の科学者が訪れ、人々を守るためならと巨大な力を備えた防衛マシンを作りました。人々は大いに感謝し、そのマシンを守護神と呼んで大切にしたそうです。守護神。すると他の星の人々も守護神を欲しがりました。科学者は人々を守るためならと次々に守護神を作りました。やがて怪獣災害はなくなり、銀河系に平和が訪れました。科学者は満足して他の星へと旅立っていきました。いい話ですね。この話には続きがあってね。え？科学者は100年後同じ銀河系に戻ってきました。そこで科学者が見たのは、制御不能に陥った守護神同士の戦いと、破壊され廃墟となり果てた星々の姿でした。守るはずの力が星を破滅に導いた。守るはずの力。後悔した科学者は同じ悲劇を繰り返さないために、自分が作り与えた守護神を一体一体探し出し封印し、回収して回る旅に出たのでした。おしまい。だからあいつが現れて回収が終わるまで邪魔しないでもらいたい。もしかしてあいつってその守護神。ギガデロスは地球にいる。私にハッキング仕掛けるなんて上等じゃん。帰り討ちにしてあげちゃうからね。スロークイックイックスロークイックイックスロークイックイックスロークイック。あいつか。ちょっと君、スロークイック、おい、クイックスロークイック、クイックスロークイック。ちょっといいかな。あのね、通行の邪魔になってるって通報がありましてね。ほら、道塞いじゃってるでしょ。あっちに広い広場があるからさ、そこでやってもらえるから。スロークイック聞いてるのか。スロークイック、クイック、スロークイック、クイック、ボン。ようこそ地球へ。ギガデロス、僕を解放してくれ。町を守らないと。ダメだ、君の力は今この星で最も危険なんだ。今人々を救えなきゃ何のための力なんだ。科学者ってあなたのことですよね。あなたもそう思ったからその守護神を作ったんじゃないんですか。
ケンキ小村先輩邪魔はさせないよ椿おい消えたぞひろゆきの位置が一瞬で変わったテレポートしたそれともバグバグじゃねえとにかく今どこだ座標送ったけどここってなんで怪獣の足元なんだよっ君に剣なんて持たせるべきじゃなかった行かせてくれ人々を助けないとリガデロスは私が止めるリュートさんお前は桐崎さん君を助けたくてねありがとうございますダメだ君たちにギガデロスは倒せない僕は目の前のみんなを助けたいんだいってらっしゃい最悪だ行くぞタイガータイタスウーマヒロユキやっと声が聞こえたもっと早く行かないとヤバいぜ分かってる帰るハテムハシャフーマサディーゴーウルトラマンフーマの剣さばきじゃねえか腕が鳴るぜあっそりゃあっそりゃあっそりゃあっは終わりださっさと片付けようぜカモンインガレットコネクトオンふっ七星後発手裏剣あっけねえな待って、あれは？マジかよ。なぜギガデロスをこの星に？もう少しで完成するんだよ。完成？実にいいサンプルだった。君の作ったギガデロスは素晴らしく従順でね。私の感情を埋め込むのに苦労はしなかった。お前の感情だと？まさか！守護神の力で一つの銀河が消えるのはあっという間だった。実に愉快だったよ。全部お前の仕業だったのか！いい顔だ。平和のための力なんて甘い夢を見ていたやつが夢に裏切られた。そして今は自分の夢の後始末に追われている。実にいい。お前お疲れ様。
ゼロスは光線エネルギーを逆利用して分身する。撃てば撃っただけ、あいつは増え続ける。そんな、じゃあどうやって倒せばいいんだ。イラつかせやがって。ひろゆき、パワーアップだ。カム、輝きの力を手に。私の指輪を使ってあいつの力を封じろ。カモン、ナイトファングリング、エンゲージ。ファングウェイ、音波がエネルギーを消したんだ。それでいい。そうか、お前の狙いはあのウルトラマン。あとはよろしく。太い野郎だ。ヒロユキ君、イルトさん、私がギガデロスと同期してシャットダウンをかけるから、その間に破壊するんだ。分かった、タイガー。聞こえるかタイガー、
攻撃をやめてミガネロスから離れるんだ。大丈夫、落ち着いていこう。冷静になるんだタイガー。ひろゆき、俺は太郎の息子よ。もう少しでお前はウルトラマンの歴史に名を刻む。これからどうするんですか？旅を続けるよ。ギガデロスを全て回収するまではね。これまで多くの星が廃墟となるのを見てきた。君が今当たり前に見ているこの景色が明日も続くとは限らない。タイガも感情を制御できなかった。こんなのは初めてなんだ。僕たちもギガデロスみたいに。ひろゆき君、君の相棒に伝えてほしい。仲間を信じろ、ひろゆきを信じろってね。イルトさん。ひろゆき先輩、無事だったか？はい。って聞くのもやぼなくらい無事そうだな。おかげさまで。紹介します、こちらイルトさんと言って。あれ、ひろゆき無事確保。まだ寝ぼけてるようなので頭冷やさせてから戻ります。僕たちは大丈夫だよね、タイガ。ジブル星人が作り出したバイオ合成獣スカルゴモラ、あのベリアルの意志も植え付けられた凶悪な怪獣だ。こいつを倒すには力がいる。ひろゆき、もっと俺に力をよこせ。次回ウルトラマンタイガ、君の声が聞こえない。俺は何をしてるんだ。